お送りしています、はい、続いては視聴者さんからの生告知コーナーです。このコーナーでは番組の視聴者さんからイベントやお店の情報などをお知らせしていただきます。今回は2組の方に告知をしていただきます。告知の時間は5分間でベルの音を使って残り時間をお知らせしていきます。さあそれでは1組目の方はリモートでのご出演です。それでは1組目の方行ってみよう。こんにちは。それではまずはじめに自己紹介をお願いします。手相マイスターのコウキです。ホットのノリです。テレテキストのコウキです。サブシロスパッチのオーナーのカナです。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんですか、ババ抜きでもしてるんですか？どうぞすごい楽しそうな雰囲気ですけれども。カードとソートタロットです。はいはい、タロット。はい、タロットです。タロットカードと、のりさんのがタロットカード。あ、そうです。コウキさんのカードはルノルマンカード。え、何？ルノルマンカード。ルノルマンカード、初めて聞いた。はい、そういったカードをお持ちの皆さんが今日は何のお知らせで？はい、今日は、はい、今日はですね、はい、占い喫茶というイベントをやりますので、うん、それの告知に来ました。おー、え、どこでやるんですか？え、どこでやるんですか？はい、はい、美濃市で、はい、美濃市、はい、カフェ食堂木の江で占い喫茶をやっております。よかった、美濃市一軒一軒探したらもう絶対無理だと思ったんで美濃市の、はい、うだつの上がる街並み の、 あの近く の、はい、あのカフェになります。なるほどなるほど、なるほど。ほう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 、はい、もう一体どんなイベントになるんですか？うん、はい、そうですね、占いは手相、マヤ歴、アニマルコミュニケーション、あとタロット、ルノルマンカード、あと救命器学、はい、四柱推命などになります。あとですね、リラクゼーションなど整体などもみほぐし等もありますので、はい、もう楽しいイベントになっております。はい、いや、楽しそうなのは伝わったんですけども、さっきのルノルマンカードとかこれですね、これルノルマンカード、これです。へえ、これ何ができるカードなんですか？そうそう、なんかトランプがちょっと書いてあるカードになるんですよ。へえ、はい、そう、私はちょっと、私もちょっと変わってて、ちょっと変わったタロットになります。へえ、楽しそうだね、なんかね、いろいろありますね。え、これこのイベント自体はいつ頃から開催されてるんですか？去年の10月から始まりまして、で今年から毎月開催しようということで、仲間がどんどん広がってやっております。なるほど、はい、どういうきっかけでそれは始まったんですか？はい、きっかけはですね、占い師が数人集まって占いのイベントを開催しようと始まりました。まあ、受けた人はちょっともういなくなっちゃったんですけど楽しいんで残ったメンバーでやっております。いいな、仲間うちで集まってるうちに、はいはい、じゃあイベントにしようかっていう流れだ。え、いなくなっちゃった人はこのルノルマンカードで探せないんですか？ちょっと行方不明ですね。そうですか、じゃあちょっと触れないでおきましょうね。うん、そういうことですか。で、かきみさんは、はい、手相を見てらっしゃる。はい、そうです、はい、手相をやります。ずっとやってらっしゃるんですか？ずっとやってます。見ましょうか？あ、本当ですか？待ってました、そのこと。どっちの手がいいですか？はいはいはい、どっちの手がいいですか？左手が持って生まれたもので、はい、右手が今現在なんですよ。あ、じゃあ今現在をぜひ。はい、ちょっとクゼさんの右手を見ると M ってなってませんか？あ、こっちか、 M だ、 M、 本当だ、見えますね。これミラクル、シンクロが起こりやすい M なんです。ミラクルが起こりやすい、ミラクルの M。 有名人で言うとポール・マッカートニーがそうなんです。お、やった、嬉しい。僕ジョン・レノン派だけど
嬉しいです。じゃあミラクル。ありがとうミラクルだ。ありがとうございます。素敵ですね。え、私もいいですか？どうぞどうぞ。柿田さんまたすごい。柿田さんのは、はい、平田の手ってなってるでしょ？はい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 。これ、はいはい、って言いまして、すごい。徳川家康と一緒です。徳川家康。徳川家康。大器晩成ですね。なんか嬉しいです。すごい素晴らしい素晴らしい番組ですね。ね本当ですね。ありがたい限りです。ちょっといつか幕府を開くときには呼んでくださいね。ぜひぜひ。ね、いやでもこんな感じでいろんなジャンルの方の占いとかリラクゼーションを受けたりっていうことが楽しめるイベントってことですね。そうですね。はい。楽しそうだな。本当ですね、うん。改めて開催概要を伺ってもいいですか。はい、2月18日日曜日の10時半から16時、美濃市にあるカフェ食堂木の枝で開催しております。入場料は無料、各ブースごとに1000円から5000円のイベント価格が必要になります。はい、今画面にも、ね、出ております。二次元コードを読み取ってぜひ、ね、情報をチェックしてください。では最後にもう一言 PR お願いしてもいいですか。こんな鑑定書がもらえます。へー、あー、こんな私カードで占います。はい、こんなカードです。自由やなぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。お待ちしております。皆さんありがとうございました。楽しそうだね本当ですね、うん、仲良さそうやもん。はい、多分木の枝で集まってた仲間同士で、うん、じゃあイベントにしようってなったんだろうね。そうですね、自然に盛り上がってきた感じが。いろんなジャンルがあっていいですね、うん、皆さんもぜひ足が運んでみてください。はい、それではここで一旦 CM です。岐阜アッカーをお送りしています。はい、引き続き視聴者さんからの生告知コーナーです。2組目の方はスタジオでのお知らせです。それでは2組目の方行ってみよう。どうぞどうぞ。こんばんは。はい、こんばんは。お願いします。なんかフレッシュな風が吹いてきた。ではまずはじめにカメラに向かって自己紹介お願いします。はい、濃姫祭り実行委員長の篠田琴音と濃姫祭り実行委員会の林と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと待って、濃姫祭りの実行委員会も委員長もこんな若手でやってるの今。そうなんです、はい、若者で運営してます。本当、若者も何もだってまだ高校生ぐらいじゃなくて、はい、高校3年生です今。だよね、はい、大きなってって言おうと思ったけどもうこんなことやってんの。そうなんです、らら頑張ります。え、今は大学1年生です。ほらすごい、すげえな、若返ってるな、自己委員と委員長だもんね。はい、え、何のお知らせですか。はい、本日は3月16日と17日に開催される濃姫祭りの告知に参りました。なるほどね。なるほど、濃姫祭り、うん、もう近いもんね。はい、うん、一体どんなイベントか教えてください。はい、濃姫祭りは、女性が主役の女性が輝けるイベントとなっております。うんうん、岐阜信長祭りと道産祭りに続く第3のお祭りとして岐阜に根付くことを願い毎年開催されています。うん、はい、主なイベント内容はステージとか謎解きもあるんですけど、うん、目玉企画は濃姫オーディションというものがございます。なるほどね、オーディション今こちらも見えていますが、はいはい、新濃姫なるほどね、うん、歴代の方々の後新濃姫がまた選ばれるということですね。はいはい、この濃姫オーディションについても教えてもらっていいですか。はい、毎年開催しております濃姫オーディションではですね、今年の濃姫というものを事前にご応募いただいた方の中から選出しております。うん、はい、でその濃姫に選ばれた方なんですけれど、今年の3月以降濃姫祭りの PR 活動ですとか、うん、イベントに参加していただくことができます。はい、なるほど。今このチラシの下の方にずらりと並んでる方々が歴代の濃姫さんです。そうすると一番右の今シルエットになっているのが、はい、今年選ばれる6代目濃姫さんになります。6代目ですか。へ、うん、え、例えば私だったり、うん、はい、久世さんなんかも最高で、もちろんもちろん、はい、もちろん男性も大丈夫です。はい、はい、岐阜を愛し、うん、岐阜を盛り上げる活動に積極的に参加してくださる方であれば、うん、もう性別も、うん、国籍も年齢も、うん、居住地も問いません。はい、そうなんです、うん、過去の受賞者さんで、うん、
10代から53歳まで受賞した方がいらっしゃいます。そうなんだ。いや最後のは分かるんだけど、ちょっと待って、掛田さんは分かるよ。はい、おじさんだぞ。全然大丈夫です。はい、過去はファイナリストで男性の方が選ばれたこともありました。そうな、多様性の時代だ、はい、今、はい、多様性です。人間じゃなくてもいいとかは？もちろん、もちろん、SNS アカウントさえあれば、うん、はい、ペットでも、ペットでも猫ちゃんワンちゃんとか、あと VTuber の方でも、はい、ご応募可能です。なんならお化けでも行きますから。いやいやいや、お化けアカウント持っとらへんやろ。確かに。ねえ、すごい高青年の口からとんでもない言葉聞いたけど、本当ですね、誰でも OK ってことね、要するに、ね、誰でも OK です。はぁ、あ、驚きましたね、すごいですね。これ今聞いて気になるっていう人、応募したいっていう方はどうしたらいいですか？はい、濃姫祭りの公式ホームページと X と Twitter と、あ、X、うん、あとインスタグラムとフェイスブックがございますので、うん、そちらからご応募お待ちしております、はいはい、今ね画面の右下にも出ていますこの二次元コードを読み取っていただいて、オーディションについて調べて、そして参加していただきたいと思います。いやでもやっぱりこう実行委員長をはじめ若手で運営してるっていうのをすごくうなずける、ね、応募概要が。はい、犬ばっかになっても OK なの？全然大丈夫です、はい、待ってます。ちょっと見てみたいよね。オーディションはその公開でやるの？はい、マーサさんで公開オーディションを行います。17日です。あら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 、そうですか。なるほど。17日がマーサ21で、はい、朝10時から、はいはい、朝10時からです、うんうんうん、なるほど。では改めて開催概要を伺ってもいいですか？うん、はい、3月の16日土曜日お昼の11時から岐阜市の柳瀬日の出町商店街で、また3月の17日日曜日に朝10時から朝21でそれぞれ開催いたします。濃姫オーディションの応募締め切りは2月の24日土曜日です。はい、あと11日しかないです。でね、はい、皆さん急いでご応募ください。はい、はい、いやしかしね、この内容も驚いたけど、琴音ちゃんが高校生でリーダーやってるっていうのは。そうなんです。ちょっと歴代の実行委員長さんがすごい人ばっかりなので、うん、緊張してるんですけど、うんうん、頑張ります。推薦されて指名されてやってんの？はい、指名されてやってます。正直委員長やれってなった時どう思ったの？やべえって思ってます。だよな。マジかって感じです。本当やね。はい、でも高校生最後の晴れ舞台と思って頑張ってます。うんうんうん、そうやね、はい、やべえマジカが良かったになるように、じゃあ皆さんに協力してもらわなあかんね。そうなんです、うん、はい、スタッフも募集中なので、うん、ぜひスタッフとして来てください。はい、はい、では最後にテレビをご覧の皆さんにもう一言 PR お願いします。はい、濃姫オーディションの応募者は、2月24日まで受け付けております。ぜひご応募お願いします。また当日もイベントをぜひ楽しみに来てください。スタッフも募集中です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってね。はい、ありがとうございます。頑張れ。いいなぁ、わけだ。いやフレッシュでしたね。いやでも本当なの、おじさん応募してもいいの？いやですし、今の話だと例えば CCN のマスコットのながらとかも出ていいってことですよね。重ねちゃんもいけるってこと？そういうことです。すごい、ね、ちょっと気になる方はぜひご応募ください。そしてこちらの生告知コーナーは CCN の YouTube チャンネルでも公開されますので、ぜひ何度でもチェックしてください。ほら言ってるよ、ね、すごいですよね。面白いの盛り上がってきたね。6代目ともなると、はい、もしかしたら本当に女性以外が初めて本当ですね勤めるかもしれないと、はい、貴重だよ。だって濃姫って思っちゃいますけど ね頭柔らかいな若い子は。